べよ。待ちくたびれてムキムキのマッチョになっちまうとこだったべ。さて、つかみはこの辺で、今日はどうしたのか。え、オラに？大人でもプレゼントもらっていいんだべか。しかもなんてめんこい牛だべ。いや、ただめんこいだけじゃねえべ。毛並みや顔つき、体つき、どれも本物のエリザベスそっくりだべ。あんちゃんの優しさが詰まった最高の一品だべさ。あんがとな、あんちゃん。オラ、ずーっと大事にするべよ。うん、こんなによくしてもらってオラ感激だべさ。そうだ、オラがケーキでもごちそうするべ。ケーキよくでっケーキなのを作るべよ。もしかして誕生日プレゼントだか。感謝すんべ、あんちゃん。で、これは、わあ、人気芸人のお笑い指南書でねえか。ふむふむ、ツッコミの時は鋭く素早く、なんでやねん。ああ、オラボケ担当だと思ってたけんど、ツッコミもいけるんでねえべか。なんでやねん、なんでやねん。楽しいべさ。うう、こんなによくしてもらってオラ感激だべさ。そうだ、オラがケーキでもごちそうするべ。ケーキよくでっケーキなのを作るべよ。いきなりどういうことだべ。え、オラの誕生日プレゼント用意できなかったから代わりに牧場で働くんだべか。なんも気使わんでもいいのに。ほんと義理がたいあんちゃんだべ。そんじゃあせっかくのプレゼントだべ、パパッと仕事終わらせて今日は二人でのんびり過ごすべさ。うう、こんなによくしてもらってオラ感激だべさ。そうだ、オラがケーキでもごちそうするべ。ケーキよくでっケーキなのを作るべよ。